こんにちは、料理ギターです。今回はボス BD2 ブルースドライバーとローランドのジャズコーラス JC50、 この組み合わせをストラトキャスターフェンジャパです、これで弾いていこうと思います。なんとなくこの組み合わせで私が言いたいことわかりますよね。比較的ギター始めたばかりの方が弾くかもしれないなという環境をちょっと今再現してみました。もうね、ブルースドライバーといえば一番最初に買うペダルとして名前上がってくるじゃないですか。そして JC ね、これもスタジオに置いてあったりとか、例えば高校の軽音部とかに置いてあるアンプの代表格、そしてフェンダージャパンのストラト、まあこれもね、割かし、代表格というかお求めやすいので、ギターを始めた方とか再開された方とか、そういう方がまあ手に取るであろうというギターで、弾いていきます。で、今回そのまあセッティング講座ということでですね、専門的な知識はですね一切語らずに、感覚だけでやっていこうと思います。いい音なのか使える音なのか好きな音なのか、それだけ。もう言いたいことはそれだけ。なので、ぜひともですね、難しいことちょっとね、わかんないからって思ってるギタリスト、まあ、初心者の方が多いのかな。そういう方にぜひ見てもらいたいです。それでは早速、行ってみましょう。さあ、では、弾いていこうと思います。まずね、JC、このアンプ自体のセッティングは、トレブルが5、ベースがマックス、ボリュームは2ぐらいです。その他コーラスとかビブラートはつけてません。もう素の音ですね。非常に JC の音ですね。クリーンが綺麗、ストラトとも合う。さあ、まずは、BD2 こいつをね、オンにしていくんですけれども、一応全部12時でやっていきます。全部12時が基本だっていうのもちょっと最近疑問なんですけど、とりあえずね、参考まで一回やってみます。ちょっとね、音がでかすぎる。なので下げます。ギターの音っていう感じがして良くないですか。どこがブルースジャイという、そう、音楽的なブルースとは多分ねあんま関係ない気がする、このブルースドライバーって。いや、どうなんだろう、ごめんなさい、主観なんですけれども、とにかく意外と歪みます。なのでちょっとマックスにしてみます。ぐらい歪んでます。すごいですね。逆にゼロにしましょう。ゼロにすると、こんな感じでちょっとね、ボリュームも下がっちゃうので、こういう場合は上げていきましょう。
広い歪み方なんですよ。本当にクランチーってところから、あ、ディストーションみたいなところまで幅広く使えるのが、実はこの BD2 の大きな魅力、歪みペダルとしてのね。で、あとはブースターとして使う方がいらっしゃったり、そのブースターというのは、そのアンプ自体を歪ませて、そこに踏むことによってボーンとこう歪みの量が上がったり、まあちょっと音量が上がったりとか、まあ、好みでいろいろ違うんですけど、とにかくボーンとさせるためにブースターで使うっていう方も結構いらっしゃいます。で、自分としてはやっぱり歪みペダルとしての魅力がやっぱりね、好きだなーというところなので、このブルースドライブはちょっとジャリッとした感じがすごくいいんですよね。なので、もうちょっと歪みを上げて、かつこうオーバードライブも少し歪ませ気味の音が非常に好みです。どうですか？なるほど、ブルースドライブ結構幅広いな、使えそうだなっていう気になりませんか？そしてこいつ、もうちょっとねトーンを上げると確かにキンキンになるんですけれども、フロントにしてやるとなかなかいい感じ。そう、フロントで使おうって思った時には少しトーンを上げ気味にすると、このポーンっていう感じが気持ちいいんですよね。はい、というわけで、簡単ではありますが、BD2 と JC、そしてストラト、こんな感じのサウンドが出ます。参考になりましたか？もうギタークロートの方はもう今更何言ってんだ、もうこの組み合わせいいに決まってんだろっていう方も大勢いると思うんですけれども、まあ改めてね、自分も弾いてみると、うん、もしライブ会場に JC しかない、スタジオに JC しかない、って時にもう BD21 であればね、まあ、なんとかなるんじゃねえかな、そんな気にさせてくれるブルースドライバー BD2 ですね。うん、やっぱりね、こうなんつうんだろう、ローランドとボスですから組み合わせが悪いわけがないじゃないっていう思いもちょっとあるんで、まあ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 、ヨタ話でしたけれども、 BD2 とローランド JC、意外と組み合わせいいぞ、なんか張りがあっていい感じの音というのが、料理ギターの伝えたい今回の動画です。さあ、今回の動画いかがだったでしょうか？もしよければですね、チャンネル登録、いいね、コメントいただけますと幸いです。コメントね、一番いいですね。参考になりましたとか、全然ダメだみたいなコメントもらうとちょっと辛いんですけれども、もしね、なんかちょっとでも参考になったなーという気になったら、ぜひコメントください。嬉しいです。では、今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。